ジェファーソン淳州ジェファーソン淳州は1859年10月24日からコロラド淳州が創設された1861年2月28日まで存在したアメリカ合衆国の法外在的かつ未承認の淳州である。領域としてカンザス淳州、ネブラスカ淳州、ニューメキシコ淳州、ユタ淳州及びワシントン淳州の一部を含んでいたが、 それら5つの順州政府から離れた位置にあった。ジェファーソン準州政府は民主的に選ばれたものの、アメリカ合衆国政府に認知されることはなく、16ヶ月間、比較的自由な統制が行われた。ジェファーソン準州議会によって作られた法の多くは、1861年に新設されたコロラド準州議会により、再度法制化され、正式に認められた。 1855年8月25日、カンザス巡州はアラパホ軍を創設したが、この軍は巡州の西部全体にわたる巨大なものだった。アラパホ軍の領域は次のように定義された。ニューメキシコ巡州の北東隅に始まり、そこから北に、ネブラスカ巡州南境界すなわち、カンザス巡州北境界まで伸ばす。そこから、ユタ巡州東境界まで伸ばす。 そこからは、ユタ順州とカンザス順州の境界に沿って、ニューメキシコ順州境界に至るまで下ろす。そこからは、ニューメキシコ順州とカンザス順州の境界に沿って、支点に戻る。アラパホ軍の当初は主にシャイアン族やアラパホ族が住んでおり、ほとんど白人はおらず、自治化されることはなかった。1858年7月。 カンザス巡州アラパホ軍ドライクリークディギングで金が発見されたことでパイクスピークゴールドラッシュが始まった。このゴールドラッシュでパイクスピークカントリーと呼ばれる地域に10万人の金を求める人々が集まった。この地域にはカンザス巡州のアラパホ軍やネブラスカ巡州南西住の肘治領域が含まれていた。カンザス巡州の指導者たちは人口の多い東部地域で 血を流すカンザスと呼ばれる暴力事件に暴殺されていたので、準州の最西部で起こっていることにかかずらう時間も気力もなかった。アメリカ合衆国議会も奴隷州による脱退問題にとらわれていた。この地域の開拓者は、独力でアラパホ軍を組織化しようとした。1859年3月28日、選挙でアラパホ軍の役人が選ばれた。 オーラリアの231人やデンバー氏の144人を含む774人が投票した。この投票者たちは1859年2月7日にカンザス巡州議会がアラパホ軍を6つの新しい未組式軍で置き換えていたことを知らなかった。カンザス巡州の役人から何の連絡もなく多くの開拓者たちは自分たちで別の政府を受立すべきと決心した。 1859年4月、オーラリアのウートンホールで、小さな集会が開かれ、地域政府の必要性について話し合われた。ジェファーソンという名称が選択され、憲法制定会議の日取りを6月6日に定めた。この日に会議参加者が集まり、会議は8月1日まで延期され、その時に37地区の代表が集まって、ジェファーソン州の憲法を起草したが、9月24日の、 住民投票では拒絶された。諸行を起草した者たちが10月3日に別の会議を開き、ジェファーソン遵守の暫定憲法を起草した。この名前はアメリカ独立宣言の主要起草者、トーマス・ジェファーソンの栄誉を称えるものだった。第3代アメリカ合衆国大統領として、ジェファーソンは1803年にこの地域の大半を含む有名なルージアナ外衆を承認していた。 提案されたジェファーソン巡州は現在のコロラド州を全て包含するものであり、それより70%も大きかった。南の境界は現在のコロラド州と同じく北緯37度線だったが、北の境界はコロラド州のものよりさらに138.1マイル北の北緯43度線となり、東は約2.7マイル東の成型102度線、西は 約50マイル西の整形110度線となっていた。この領域は8の議員地区と19の大議員地区に分けられた。10月24日、ジェファーソン準州暫定政府の形成を承認するための投票が行われ、準州の役人を選出した。暫定政府の形成は1852票対280票で承認され、次の役人が選ばれた。11月7日、 準州知事、ロバート・ウィリアムソン・スティールは、暫定ジェファーソン準州議会の第一会期を、デンバー市で開催し、次の宣言を行った。困難を克服する決意を持って、我々の任務に取り組もう。国全体の利益のために働き、我々の行動すべてで節度と維持を奨励し、ジェファーソン準州暫定政府の組織で差末な部分を、遂行して恥じることのないようにしよう。 この最初の会期中に議会は12軍を組織化した。議会は12月7日に3回となった。東のカンザス巡州から来た多くの開拓者はカンザス巡州から統治されることを好んだ。ジェファーソン巡州の自治に抵抗する者たちが12月8日に選挙を行い、アール・ソプリスタイをカンザス巡州議会の大議員として選んだ。 スティール知事は1860年1月23日にデンバー市でジェファーソン巡州暫定議会の第2回期を招集した。1860年には金を求めてきた人々の多くが失望してこの地域を去った。1860年国勢調査ではジェファーソン巡州地域に約3万5000人がいたことになっている。スティール知事は 金探査者遠隔地で働いていることを指摘し、ジェファーソン巡州内の人口は6万人と推計した。スティール知事は、カンザス巡州の役人たちと妥協しようとした。8月7日、ジェファーソン巡州暫定政府は、カンザス巡州との合併を要請する宣言を発した。カンザスの役人たちは、非合法政府と考えられるものとの合併は望まず、行き詰まりが続いた。 11月7日、アメリカが衆国大統領選挙で、エイブラハム・リンカーンが勝利し、ドレイ州7州が脱退に突き進み、アメリカ連合国を形成した。これらの動きのために、ジェファーソン・ジュン州が連邦政府に認知される機会を失い、かっこたる北部寄りの民主党員で、リンカーンや共和党に声を大にして反対するものだった、スティール知事にとって政府における役割がなくなった。 共和党は自由州の政治力増大を求め、ワシントン市護戦より、軽度25度までのカンザス準州東部を自由州で、あるカンザス州として合衆国に加盟させることを急ぎ、1861年1月29日に成立した。カンザス州の州昇格によって、この時は亡くなったカンザス準州の西部、つまり、ジェファーソン準州が主張する領域は、公式には、 ミソ式状態となった。ジェファーソン淳州の成立を連邦政府が拒む。一方で、実質的にこの地域のカンザス州との東部協会は認定されていた。1859年11月、ジェファーソン淳州は12軍を創設した。ジェファーソン淳州の管理業務はコロラドのマウントバーノン。後にはアペックスにあったスティール知事の自宅で行われた。 1861年2月26日、連邦議会はコロラド巡州を組織化する法案を可決した。この法案は2日後にジェームズ・ブ・キャナン大統領の署名で法律となった。この地域の住民大半は新しい組織を歓迎した。6月6日、スティール知事はジェファーソン巡州が解散され、すべての従業員と住民は、 アメリカ合衆国を統治する法を遵守することを促す宣言を発した。ありがとうございます。